はい、どうもユッキーです。野良猫以前、来た公園でやけに懐いてくる、野良猫くんですけども、かわいい。この子はね、すごい警戒心まるでないんですよね。ゴロ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 、若干やっぱ目がなんかあれなんだよな。で、耳が V 字にカットされてないので、やけにこうくっついてくんだよね。野良猫かね、この子は。餌はないよ。目やにがちょっとあれですね。やっぱ目やにが気になるんだよな、この子はな。まあ、多分餌をねだってるんでしょうね、おそらく。だから確実にここに、まあ、餌をやってる人が確実にどっかにいるんですけど、よいしょ。やっぱりなんか目が、ちょっと、眩しいとかじゃないよね。目がね、ちょっと細いんですよね、この子。まあ、野良猫なので、V 字カットされてないし、僕は餌やりませんけども。他にもいっぱいいるんですよ。他にもいっぱいいるんですよね。おそらくこの鳴き声はねだっていると思われるんですが、まあ、僕はあげませんけれども、何か物的な、餌の、まあ皿とか、まあ餌でも何でもいいんだけど、何か物理的に何か落ちてないか、もう間違いないんですけどね。ここの公園は、クヌギの木が、珍しく、むちゃくちゃ生えてるという、公園なんですけども。よいしょ。ここに1本。2本。3本。ここに3本生えてて、あれ3本だけだったっけ。まあ、3本だけでしたね。ああ、でもなかなかないですよ、クヌギの木は。東京にはほとんどないですよ、これ、クヌギの木。1、2、3本。まあ、全部細いんですけどね。細いんですが、これが一番太いね。どんぐり。ちなみに、どんぐりの背比べっていうことわざがあるんですけど、皆さん、それの対義語を知ってますか？まあ、これは古畑任三郎の問題なんですけれども。まあ、やっぱこれクヌギですね。殻がないんで、まあ、丸っこいのと、殻がそこらに折ってるとは思うんですが。あったあった。これですね。この特徴的な、から、ちなみに、その答えなんですけれども、吐き溜めに釣るらしいんですよ。
うん。で、まあ、吐きだめにするってどういう意味かと思ったら、ググったら、まあ、いわゆる、ゴミを吐いて、ほうきで吐いて集めた、吐きだめ、つまりゴミのところに、綺麗な鶴がいる。ということで、どんぐりの背比べはほとんど、何も変わらない、50歩100歩とかって意味だと思うんですけども、そうですね、汚いところにめちゃくちゃ綺麗なのがいる。ということだという話です。はい。あともう一個あったんだよな。なんだっけな。渡る世間に鬼はなし。っていうことわざがあること知らなかったんですよ。逆だと思ってますね。昔テレビドラマで、NHK の、渡る世間は鬼ばかりみたいな、ね、あったでしょ。だから、それってことわざのあれなのか。そんなことわざないらしいですからね。うん。渡る世間に鬼はなし。ということわざはあるんですけれども、渡る世間に鬼ばかりは、ことわざないんです。まあ、簡単に説明すると、渡る世間に鬼はなしっていうのは、つまるところ、なんていうんですかね。例えば、そこら辺で、ね、倒れて、心臓病とかで倒れて、たとするじゃないですか。まあ、俺がね。そしたら助けてくれる人がバーっといて、で、それで、渡る世間に鬼はなし、だなぁ、と感じた、みたいな。まあ、素晴らしいことわざなんですけど。それの対義語何だったっけな。その対義語のことわざ、何だったっけな。ちょっとくぬぎのどんぐりちょっと拾っていくか。どんぐりのこの中身食いてんだよな。中身、ほとんど、取られてますね。多分、公園の管理人でしょ。これ。うん。これちょっと家帰っても食いましょう。茹でて。食えるか。何個か持ってって。食べます。よいしょ。まあ、まずいという可能性は十分に考えられるんですけど。なんだっけ。前食った、どんぐり、くそまずかったからな、あれな。恐ろしくまずくて、あれ、なんつったっけな。すだじーは、すだじーだったっけ？あ、すだじーがくそまずかったんですよ。確か。あれ？違ったっけな。何がくそまずかったんだっけな。恐ろしいほどまずかったね。確かすだじーじゃなかった。確かそうだった気がするんだけどな。この世のものとは思えないレベルの悪の多さと、とんでもないほど、悪出るんですよ。恐ろしいほどに。スダジーだな、確か。忘れたけど。ミョウバンで、焼きミョウバンってあれ、あるじゃないですか。あれで、煮沸してやってたんですけど、真っ黒になるんですよね。真っ黒に。ん？お、なんだこれ。ナメクジくんじゃないか。また君かね。そして安定のこのダンゴムシくんね。ダンゴムシくん、これ。これメスですね、これね。多分。ダンゴムシのオス、メスの見分け方は確か、こういう見たときに黄色い点々あるでしょ？
これがね、あるのが確かメスだって気がするんだよな。昔飼ってたんだよな、ダンゴムシ。こいつら葉っぱ食いますからね。葉っぱ。こういった枯れ葉っぱっつうか、枯れた葉っぱ。ん？ああ、びっくりした。スダジじゃなかったっけな。あ、マテバシがうまいんですよ。あれ、カメゴロさんという方の、が推してたんですけど、マテバシーっていう、どんぐりがあるんですよ。マテバシーの実のように美味しいからマテバシーらしいんですが、あれ美味しかったんです、普通に。でもね、スダジーが恐ろしいほどにまずい。もはや人間の食うもんじゃないですよね。あれ生で食ったらとんでもないことになります。恐ろしいですよ。茹でても、アクがね、黒いのがものすごい出てくるんですよ。食ってみてください、皆さん。恐ろしいほどまずいから。あれ食い物じゃねえよ。もはや。煮沸して捨てて、水捨てて、煮沸して捨ててってなんだこれ。ブルーベリーか。で、それ何回も5回ぐらい繰り返しても、未だにまだ出るね、黒いアクが。恐ろしいですね、あれね。ここにあるのは、もう全部、これ、クヌギですね。多分。だって他に木なんて、これだってイチョウだもんね。他に、どんぐりの木ないですからね。ここら辺にあるの全部、クヌギだな。まあ、今日も安定の、ドラクエウォークにて、最近発見した裏技がありまして、それのちょっと、検証を兼ねて、やったんですが、やっぱり俺の、予想通り、検証結果は、大成功。まあ、この詳細は、いつか、まだいろいろと検証しなければいけないのが、いくつかあるんで、ドラクエウォークは、結局のところ、仕様とかのあたりは、まだわりかし謎をめいてるんで、まあ、そうですね。まあ、もう大体取ったな。大体取ったな。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11個。11個取りました。落ちた。11個ゲッツ。ちょうどいいや、これ。ラークの、タバコ。ふぅ。これに入れよう。ちょっと洗って。ん？違うか。絶対いると思うんだよな。絶対いるんだよ。100%。目、ピカーと光ってるね。あれ猫ちゃんの、目ですね。他にもいっぱいいるんですよ。確認しただけだいたい4匹はいる。いましたね。あれです。4匹いるんですけど、1匹だけ子だけ、やけに懐いてくるという。で、にゃーんと、可愛い声で、ね、餌をくれーと、
言ってくるわけなんですが、残念だったな。俺は猫が好きだからこそ、お前らには餌はやらん。絶対どっかにあるはずなんだけどな。餌。だからそこら辺にも待機してるんですよ。猫はバーッと。4匹ぐらいが。ちょっとこれ洗いたいんだけど。まあ、でもここは猫が一匹だけやけに懐いてくるんで、猫をこう触りたい人にとっては最高ですね。猫好きなんで、犬も好きなんですけど、シベリアンハスキーが一番好きですね。シベリアンハスキー、犬飼うんだったらもうシベリアンハスキー一択だな。猫はもうどうでもいいんだけど、何でもいいんだけど、もシベリアンハスキーでけえからな。シベリアンハスキーでかいからな。シベリアンハスキーでかいからね。昔クソでかいの、新潟の大学、新潟大学行った時に、クソでかい、スーパーでかいのが飼われてて、確か新潟の、あれなんだっけな。農業高校だったっけな。くっそでかいね。化け物みたいなレベルの。背丈がもう俺ぐらいの、背丈っていうかすでに立ってる状態で、立つで、犬立たないじゃないですか。立ってない状態で俺ぐらいの高さの、でかさの、高さがある。白猫くん。白猫くん。いましたからね。猫ちゃん。お、こっち。あれ逃げたな。猫ちゃん。こっちだよ。ほら、餌があるよ、これ、餌。餌、これ、どんぐり。どんぐりがあるよ、どんぐりが。ほら。さっきね、あんなに懐いてたのに。意外と別のやついるからな。同じ茶毛の。チャゲアンダースカの、チャゲアスの、捕まった方。どっちも捕まったんだかわかんないんだけど。
尻尾が長いやつが、懐いてない。尻尾が、短いやつが、チャゲの、懐いてくる、猫ちゃん。なんですけどね。猫ちゃん、猫ちゃん、猫ちゃん、ほら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 、ちょっと警戒しながら来たぞ。猫ちゃん、ほら、餌だよ。眩しいのかね、君はね。眩しいってことはないと思うんだけどな。あれ、どこ行った？あ、いたいた。猫ちゃん、猫ちゃん、猫ちゃん、猫ちゃん。もう見えねえかな、暗くて。暗すぎて見えねえな、これ。全然見えねえな、これ、マジで。猫ちゃん。にゃん、にゃん。もう。全く見え向きもしなくなった。猫ちゃん、猫ちゃん、猫ちゃん。猫ちゃん、猫ちゃん。深夜23時半に、こんなとこにいて。猫ちゃん、猫ちゃん、おや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 。無視ですね。わからん。完全に俺が餌をやる人間じゃないとわかったのか。あ、もう一匹いますね。白、黒。白黒の猫ちゃんがいます。あー、逃げるね。さすがに。餌だよ。餌だよ、ほら。来た来た来た。物でする作戦。あれ？お、近づいてった。全く画像が映らない。暗すぎて。暗すぎてっていうか、このカメラがクソなんだな、これ。このスマホがクソなんだ。お？ちょっとコミュニケーションを取ったか。にゃんにゃん。餌だよ、ほら。餌だよ、餌だよ。ほれほれほれ。これこれほら。猫ちゃん。タクシーの運転手さん来ましたね。タクシーのうんちゃんも、こんな時間まで大変だね。にゃんこ、にゃんこ、にゃんこ。にゃんこちゃん、かわいいね。かわいい声出すわ。この、ほら、中にどんぐりがある、どんぐり、ほら。どんぐり食うなよ、お前絶対。これ俺の問題だから、これ。食うなよ。食わねえと思うけど、さすがにこれ。さすがにこれ食わねえと思うけどな。ほら、どんぐりだよ。何どんぐりは食わねえだろう。あれ猫ちゃんどっか行ったんだ。あ、猫ほら。どんぐりどんぐり。どんぐりほら。見た目では、あれだろう。見た感じ、どんぐりです。まあ、まあ、ほら。ほらほら。これこれこれ。食うなよ。絶対食うなよ、お前。これ俺のなんだからな。食うなよ。食うなよ。ほらほら。ちょっとかじるぐらいならしていいぞ。かじるぐらいだった。必要にこう舐めてますね。この子は男の子か？
オスかメスかどっちだろうね。これほら。うん、ダメ。にゃんこちゃん。あ、玉があるんで、これ男の子ですね。にゃん。ん？お、月が綺麗な夜です。だからね、あのね、この子だけなんですよ。で、他は餌くれるか、こう、そこら辺でこう待機してる。あ、おっと、黒猫、白。お、あ、白猫も、黒猫と白猫来ましたね。2匹。あ、んー？お、そこの元へ、茶猫で3匹、街灯の根元に、マーキングかな、してますね。うん。マーキングしてますな。うん。猫のパラダイスだな、ここは。猫パラだな。見えますかね。見えないか。これ見えないか。1、2で、あの椅子に座ってるのが3匹目ね。で、右の子が懐く子です。懐いてくる子で、あ、左行きましたね。黒猫で、胸元が白色の北極熊みたいな。で、真っ白な猫。どれもこれも、尻尾が短い。そして、耳が V 字カットされてない。V 字カットされててもあれなんだけどね。ひでくそみたいな。クソみたいなやつもいるからな。クソみたいなやつもいるからな。にゃんこちゃん。にゃんこにゃんこ。にゃんにゃんにゃん。にゃんにゃんにゃん。にゃんにゃん。これダメだよ。これ食べちゃダメだよ。これダメだよ。これ俺の餌なんだから。俺の餌って。やけにこのね、懐いてくるというか、あの、体を俺の体にこうし、あの、くっつけてくるっていうことは多分マーキングかなんかなのかな。猫飼ったことないか分かんねえんだよな。まあ、ということで。そして、やけに毛づくろいをする。
なかなか野良猫をね、あのね、触れることないですよ。100% 逃げますからね。99% 逃げます。でもこの子は全然違うんですよ。おかしいんですよね。で、他のこの公園の猫たちも残り3匹ぐらいいるんですけど、全員逃げるんですよ。でもこの子はね、ほら来ました。近づいてくる。そして声を鳴き声を出す。そして俺に体にくっつけてくる。この、俺の足とかに、ね。かわいいの？君は。また寒くなるぞ。これから。な？お前らは、ここに、あ、ああ、ちょ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 、ダメダメ、俺のダメ、俺のこれ、俺の餌なんだからこれ。あ、逃げた。ね。この、ここに餌をやる人間がいるからこそ、あなたたちはおそらく死ななければならない。野良猫は。餌の取り方忘れますからね。ネズミ、今の、猫はネズミの取り方をまるで知らない。それはなぜか。人間が餌を与えてくれるから。つまりペットの猫は、ネズミなんて取らないんです。で、それは、野良猫も、しかり。野良猫にほとんどのやつが餌をあげてるので、どん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 、わからなくなる。取り方なんて忘れてしまう。ということですね。猫ちゃん。ね、だからね、バカみたいなね、あの、人間がいるからね、君たちのような、かわいそうな野良猫が生まれるんです。